高級指揮官に与える協力とは、1869年に、ヘルムートカ・アルベルンハルトホン・モルトケによって、執筆された、軍事共犯である。表紙モルトケは、自らの軍事理論において、戦争で活動する軍隊のあり方が、どのようにあるべきかを本書で論じている。平和において軍隊は戦争での実践を忘れ、危機に対処する能力を低下させる傾向が指摘できる。 平時において軍隊は表面的に充実していれば十分であるが戦争においては精神の部分が注目されることになる。指揮官は自らの知性によって軍を指導しなければならない。平和な時期において指揮官が学ぶことができるのは地理や過去の戦士などに限られている。しかし平時におけるあらゆる軍事教育は 実際の戦争において本当に必要な指針を提供することはない。なぜならば指揮官に委ねられる戦略とは基本的には常識の応用であり確立された学問とみなすことは不可能であるからである。戦争が予測を困難な領域であるために計算をしたとしても勝利を約束するものではない。つまり指揮官は時には 自らの判断に従いながら行動しなければならない。戦闘序列は、動員に伴って発令され、指揮権の主従関係を確立するものであり、各自の責任を示すものである。この戦闘序列の決定についてモルト計は、軍団が2個不評師団、1個騎兵師団、軍団方兵から構成されるものとし、不評師団は、それぞれ4個不評連隊、1個景気兵師団、 徒歩の砲兵部隊、二個砲兵中隊、衛星部隊、さらに軍団直轄の系風表大隊からなる。このような戦闘序列で決められた部隊編成は必ずしも原則として維持できない。作戦においては特別命令による修正が必要となり、その度に戦闘序列が決め直される。例えば独立して作戦行動中の軍団の前衛には一個。 不評師団と、同師団霊下の2、または3個の砲兵中隊を配置することが基本であるが、必要に応じて、騎兵師団から、騎砲兵部隊や衛星部隊、砲兵中隊を配備することになる。戦闘中に戦闘序列が混乱した場合は軍機に、従い、厳正に戦闘序列を回復することが原則である。司令所と部隊の命令や報告などの連絡を維持することは、 部隊の共同を実現するために不可欠であると強調される。命令は原則として指揮系統に則っ,って伝達されなければならない。高級指揮官が下級指揮官の部隊指揮に介入することは指揮統制の機能を損なう行為である。高級指揮官にとってより重要なことはいかなる方法で遂行するかという戦闘行動の細部に関わることではなく、 選挙区の全体を見渡すことである。加えて指揮官は必要なことだけを命令すべきであり、事前に立案された計画が流動的な選挙区で機能するとは考えるべきではない。発令者の指揮系統における地位が高ければ高いほど命令は端的で包括的でなければならない。下級指揮官はその命令を受けて必要に応じて補足しながら号令、または 口頭命令により命令を実施する。また司令部が正確に状況を把握するため、各部隊は状況を報告する義務を負う。報告は正確性の観点から慎重に表現や内容を点検しなければならない。指揮官は、市長部隊を伴った一個軍団の行軍渋滞が 30km に及ぶことに実感がなければならない。行軍を開始し、 天候や地形が悪ければこの距離は 60km にも及ぶことになる。このような事態は貴重な道路の効率的使用を妨げるものであり、1日のうちで行軍可能な兵力を制約することになる。行軍においては可能な限り行軍の長径を短くし、戦闘においては速やかに展開することが可能でなければならない。行軍では、 行軍序列を考案する必要があり、戦闘には、前衛の不評には速やかに戦闘展開が可能な、準備を整えながら、予備の不評部隊を温存させ、騎兵は前衛に随反して、周辺の地形と敵場を偵察し、前衛の砲兵は戦闘展開のために、可能な限り戦闘付近を公軍する。これ以外の主張部隊は唐突な反転行軍で、 混乱しないように距離を保ちながら、本体に随伴する。行軍を指揮する、指揮官は部隊を確実に行軍させ、また戦闘力を維持する必要に応じて、休止を命令する権限がある。敵上の偵察、行軍中の警戒などの措置は、同一部隊によって同時に進められるが、基本的に警戒は、受動的であり、偵察は、能動的である。このような業務は、 騎兵が担う活動である敵上を知るための手段には、小規模な部隊で敵を捜索する方法と、ある程度の戦闘力を備えた部隊によって、直接的に敵と戦闘する威力偵察の方法と2種類がある。前者の方法は、騎兵主力を止めておきながら素早く移動して敵が確認できる地域に到達し、訓練された偵察能力で、露営状況。 兵力や装備、前進方向などの敵情を判断して、正確に報告することが必要であり、これが一般的な方法である。しかし、敵の警戒が極めて厳重である場合には、敵の抵抗を排除することが部分的に必要となる。そこでより強力な騎兵部隊によって、敵と戦闘することで敵情を把握することが求められる。 一方、警戒においては警戒線が展開されなければならない。基本的に警戒線は前哨戦を組み合わせ、翼側の安全を確保するが、長期間にわたって警戒するならば、敵の石膏の接近を許さないようにより警戒線を前方に展開する。行軍中の警戒において前衛は特例がなくとも警戒を担い、 必要に応じて前方に対して、機兵偵察を実施する。近年の不評が装備する小銃の性能が向上したために、火力は致命的な威力を誇るようになっている。したがって、従来の戦闘方法に従って不評が防御火力を展開する敵に対して、銃剣突撃を実施することは深刻な損害を招き、攻撃の再開を不可能とする。 色素害を生じされる。不評師団の戦闘体系は、基本的には2個の連隊を前後に並べる体系となり、各連隊の大隊は、中隊重隊を連結した重隊とする。そして、中隊重隊は3個小隊が6個の距離で前後に、並ぶ。しかし3回して実施する戦闘が主流となっているため、中隊重隊は、3回体系が訓練されなければならない。 もし不評大隊が陣地防御を命令されれば、2、または4個小隊は陣地の前方で隠蔽し、敵が躍進を開始すると、一斉射撃を実施する。大隊は、大隊で地形を利用しながら複がして敵が300歩の位置に接近してから射撃を開始する。さらに敵が接近した場合には予備を前進させながら、第1戦の部隊は着見して、敵を迎撃する。 不評火力の威力が改善されたために、騎兵のこれまでの役割は見直されなければならなくなった。戦士において、騎兵突撃は敵を撃破する決定的な攻撃であったが、火力に脆弱であるために、騎兵の戦闘力は比較的低下した。つまり騎兵は、このような火力の発達を克服するために訓練が、 なされる必要がある。四段騎兵は、不評部隊の前進に応じてその側面を援護し、攻撃を支援し、敵の三回体系に対して、局所的に戦果を上げることができる。ただしその際には、砲兵火力が、騎兵部隊に施行しない戦機を活用しなければならない。騎兵の体系については、軌道は、方向転換が容易な渋滞、攻撃は、 応対で行うのが規則である。騎兵は近接戦闘の局面に遭遇することが多く、有効な取突が実施できるように訓練しなければならない。砲兵は行軍、戦闘において常に部隊と分離せず、続行しなければならない。砲兵は撃ち方を止めた後に速やかに敵との距離を短くするよう努めて起動しなければならない。 砲兵を配置する陣地を選定するために指揮官は地形を偵察して異界が確保できるかを確認しなければならない。一般に広範囲の展望を得ることが可能な高地を占領すべきである。砲兵の各中隊は正面に対して広がって陣地を占領し敵の砲兵火力を避けながら我の火力を特定の目標に集中する。 2000歩から800歩が、砲兵に対して、攻力者を期待できる距離であるが、これを超えて射撃する場合には、我の部隊の前進を妨げないように注意しながら、実施する。もし現在の砲兵陣地では、攻力者が不可能であることが分かれば、敵の射程に入ったとしても前進すべきであるが、基本的に正確な射撃のために、陣地転換は、最小限に止める。 ありがとうございます。